サーサーン帝国のシャーハーンシャは広大な領土を支配した。その広さは西のトルコやロードスから東のパキスタンにまたがり、現代のコーカサス、イエメン、アラブ首長国連邦、オマーン、エジプト、イスラエル、レバノン、シリア、ヨルダン、中央アジアの領土も含まれていた。サーサーン帝国は400年以上隣接する東、ローマ帝国と並んで、 世界の主要国家の一つとして認識された。サーサーアン・アサは224年にアルダシール一世で始まり、651年にヤズデキルド3世で終わった。サーサーン帝国の創設者であるアルダシール一世はシャーハーン・シャーを称号にしました。アルダシール一世の後継者であるシャープール一世はカワ・イエザ・ートシュとの非文で正確に称号とした。 その中で、シャープール一世は異なる称号でサーサーアンアサの前任者の4人を重要性の照準と命名し、サさんに王をパパグにイランの王の王及びイラン人とヒーラン人の王をアルダシール一世にイランの王とヒーランの王という称号はシャプール一世の単一の銀貨にも見られます。これは、 ローマ人に対する勝利とヒーランの土地のサーサーンの領土への編入後に称号が導入されたことを示す。この称号は後にサーサーン朝の全ての王のコインで使用された。ササン帝国の君主はシャーハーンシャーであり、単にシャーとしても知られていました。彼の健康と福祉は常に重要であり、あなたが不滅であるようにというフレーズが彼に返事をするために使われました。 6世紀以降に現れたサーサン帝国のコインを見ると月と太陽が目立ちます。イランの歴史家トーラッチ・ダリアエの言葉によると月と太陽は王が世界の中心にあり太陽と月が彼の周りを回転していたことを示唆しています。実際彼は四隅の王でした王はローマ人、トルコ人、中国人など他のすべての支配者を自分の下にいると見ました。 王はカラフルな服、化粧、重い王冠を身につけ、初期のサーサン王たちは自分自身を神の子孫であると考え、自分たちをワンと呼びました。王が宣伝に行った時、カーテンの後ろに隠れて部下が待っていた。その任務は大衆を王から遠ざけ、道を明確にすることでした。王に来た時、彼は彼の前でひれ伏さなければなりませんでした。王は、 パシティグ版として知られる王室の警備員のグループに守られていた。他の場面では王はダリガンという宮殿の警備員のグループによって保護されていた。これらのグループはどちらもサーサーン帝国の王室から入隊し、王の安全を担当し、王の宮殿の入り口を制御し、訪問者を王に差し出したハザードの指揮下にあり、軍事指揮権の付与、または交渉での使用が許可されました。 場合によっては、ハザードは王室の死刑執行人として働くことも許可されました。ノールーズとミラガンの間に王はスピーチを行いました。サーサーン朝の領域、サーサーン帝国はその存続期間中絶対君主制でした。シャーハーンシャーは権威の頂点であり、その下にあるサトラペを支配するサトラプがいた。シャーハーンシャーは帝国全体で 最高の権威でしたが、しばしば彼らのサストラップからの反乱に直面した。実際、サーサーン定国は、サトラップがパルティア帝国に反抗した時に設立された。ささに、安定国は38年間統治したホスロー2世のもとで最大の規模に達した。最長の王はシャープール2世で70年間統治していた。サーサーアン朝は、 アケメネス朝の後継者とみなされ、多くのサーサーアン王の目標は、アケメネス朝の領土をすべて征服することでした。表は、サーサーアンアサシャーハーンシャーの一覧。ありがとうございます。